今回行くところは里見公園バラバラに品がありました。刃物で体を切り刻まれそのが川に投げ捨てられたそうです。あ、うわ、この川か。伝説の夜泣き石って呼ばれる石があるらしくて、石のとこで亡くなったらしいです。怨念みたいなのがその夜泣き石ってのにもうめちゃくちゃついてる、うん、完全ここに捨ててると思うんですよ僕。じゃあもうそのなんか水滴がどっかのトイレで女の顔映ってます。え、これ見て見て、これ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 こういうのおかしいよね。いや絶対おかしいよ。おかしすぎ。さっきと一緒、名前マリーンズ一緒。変な音してる中で資金みたいな。え、待って今ちょっと離れない。トイレの中でしょ。トイレはちょっと離れない。そうだね、ガラケーの着信をピロリロリって電話。本来の変だけど、なんか怖すぎてイライラしてきてる。え、待って今ちょっと離れない。トイレの中でしょ。トイレはちょっと離れない。そうだね。え、ここやばい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 。トイレガチャ、マジでわ。トイレガチャ、トイレガチャ。すごいすごい、痛い、すごいすごい。ピロリロリって電話。え、絶対電話、電話絶対入ってる。わかるよ、なんかもうわけわかんなくなってきた。もうこちらはトイレです。もうすぐ目の前です。もうトイレ一番近いだよね。マジで、あっちあっち、もう人通んなよ。まあ人でも人じゃなくてもいいけど、なんか取れました。うん、はい、いいっす。そういうことにしましょう。いやいやします。ほんとそんな感じっす。もうさよなら。いるんですよね、さっきから。マジ白いのが通ってますよ。うわ、絶対これだ。あ、これだ。もう書いてるわ。間違いない、間違いない。何の伝説だよ。何が伝説なの。夜泣き、これが夜泣き石か。この3つが、この3つがそれなんだよね。この書いてある時点でさ、事実でしかないよ。やべえこと気づいた。近寄りすぎになってたじゃん、うん、近寄るのにもしてんだよ、危ねえから。あ、もう柵でね。そう、これが精一杯ってことでしょ。そう、そういうことか。これ以上はまずいんだよ。それ以上でやめろってこと。じゃあもう間違いふざけてこんな書いたらもうとんでもないこと、ね、あれでしょ、多分あれが夜泣き石でしょ。ああ、あの3つポンポンポンってあるやつだ。あれなのか、あれなのかで、うん、どっちかだ、ね、この範囲がやばいですよ、言うて。うん、なんだよ。ちょっとよくさ、トイレ耳澄ましてみて。水の音しない。ほら、うわ、下は。え、なに水の音。死のある。ちゃってことだよね。わかんないけど、ここやめに、ね、マジでここやばい。今大気がなんか聞こえるって。待て、もう一回行くの。ここだって聞こえない。じゃあどこでやってる。あっちだ、聞こえる。あっちだって聞こえる。もう一回行ってみるよ。え、絶対無理、絶対やる。行ったらやばいこと起きそう。2本だけ行く。俺全然いいよ。はい、行く。マジか。マジ言ってるお前、うん、気付けて。気付けろよお前。やばいと思ったら早く帰って。あの、じゃあやばいと思ったら発狂して、俺は行くから。左の窓の。特になんもないけどな。とりあえず男子便所に入りたいと思います。もう普通のトイレですよね。特になんも問題はないと思うんですけど、もう3回で死ぬか。大丈夫。そう、はい。俺らが今最初こっから入ってきたじゃん。で、今全部のトイレ回りました。女性が捨てられたのが多分この江戸川だとします。そのあたりからすると、ここのトイレも怖くないっていう。そこが一番川に近い。川に近い。このトイレが一番残らない。さっきの地図の感じから比べると古墳遠くない。確かに。そうだよ、うん、すぐ割と、うん、この階段じゃない古墳があるの。これか。
大輝が気づいたトイレってな、マジで行っちゃいけない気がする。ここもあるかな。ここにもあるな。待って、何これ。橋がある。橋がある、橋がある、橋があるわ。うわ、またなんか、なんでだ、なんで上から見てなかったんだ。うん、どういうこと。わかんない。行けるやん、奥に。さっきの橋、公園じゃねえだろ。ほんと、あ、だだだだ、現れた、ついに。はい、現れました。古墳というよりかは墓地、完全墓地。墓地ね、墓地。この上でしょ、ここから行くんですか。なるほど。もう本当に禁断の地に来てる感やばい。やばい。いや、本当にもう怖すぎて。なんかいよいよ、やばくね。え、いよいよすぎ。絵面がいよいよすぎる。うわ吊り橋ですね、もう。吊り橋だね。何の橋よって話でしょ、うん、公園に橋がいる普通。うん、こんな引き石、だからこれがあってこの辺にあるんだよ。だからもう入れないようにしてるだけで古墳なんじゃないの。多分これだよね、だから。うん、やっぱり入れないの。柵でさ、入れないけども、多分この奥なんだよ、ちきっと墓地の中央部分に古墳があるみたいな、うん、古墳はあっちにある。さっき看板に書いてあった。うわ、びっくりした。今度はなんだ、帽子の次は今度服だ。おかしいおかしい、おかしい、しかもちっちゃいこの服。おかしいだろ、中央部分にあるから服。しかもだってここで遊ばんぜ、子供に関して。絶対、うん、絶対遊ばない。絶対あっちだよ。あ、これ駐車場かってことはだ、ってことは、あ、あそこ立ってるの。うわ、あった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 仕事に違うか。落ちた。ああ、一番近いトイレですね、川から。やばい、もうすぐ後ろが川。もう川、これやばい。絶対ここがおかしい。しかも意味ありげなベンチ、意味ありげすぎ。トイレの中見ますか。見るか。じゃんけんですね。これもう一番負けたくないな。最後一人で、一人最初グッじゃんけん、ほい、あいこでしょ。やばい、よし。もう、和樹まんまやん。絶対負けるやん。最初はグー、じゃけんぽい。もうね、よし。本当に負けるやん。しっかり負けるね。いいよ。まず開くかどうかじゃない。いや、開くでしょ。まあでも、横側は電気ついてるよ。だし、横に入り口ある。いや、俺なんかめっちゃ変な音する。おい、石はないのかな。すっげー変な音した。石はない、どういう音。いや、もう、なんか真似できない。真似できない。ほちゃんとか意味わかんない、俺さ、なんか。ジャバジャバジャバみたいな。もう怖いとか言う前にもう不思議さが勝った。な、何意味、何を、何の。多分おかしくなってるよね、もう途中から。おかしい。あ、もうとんどここ。いや、もうダメなやつよ。なんでこっちだけ電気ついてないの。よっすよ、おかしい。窓めっちゃひび割れてる。こっちは電気ついてない。こっちはついてないですよ。超癖。無理でしょ。一旦俺離れます。あ、こっちショーあんの。しかも。ショー、あ、やばい。あ、これ狭すぎだもん。負けたから。そうだ、鏡あるもん。いや、鏡やばい。ちょ、待って、本当に待ってみます。鏡やん、もう、もう無理やって。鏡映してると思います。煮回す。結構長い。びっくりした。びっくりした。本当だ、本当だ。こっちの存在、ここのドア。無理でしょ、そこ。見てよ。じゃあ、ここで出す。こっちのカメラで照らして。この感じよ、雰囲気。閉められるんでしょ、そこ。まあ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 。まあまあまあ、じゃね。絶対、もうなんかさ、本当に。裁判起こすかな。おぉ、何の音。閉める音。違うでしょ。これ硬いの。終わりました。電気ある、電気ある。
さよなら。助かった。いや狭すぎ。わかんないな。全然わからん。狭すぎる。なんか狭すぎてもう掘るもクソもねえよ。そうだよね、めっちゃ狭いよ。うん、違和感はないっす。特にない。ここはないと思う。ない。俺感じなかった正直。そんなヤバいのは。じゃあ鍵があったとこだ。やっぱ一番。まあクソボケてるけどね今。やばいね。本当だ。え？治った。ということは公園にあったあそこ、あのあそこが多分最後のとこ。第4でしょ。第4が一番ヤバいんだね。死ね死。死のトイレ。帰りました。帰りました。支払い。支払い。疲れぐらい。スタミナゼロです。余裕でゼロ。もうやばいわ。超疲れた。もうえぐいわ。一人で今あそこで画角とかチェックしてたけど、後ろの方からザーみたいな、ザザみたいな、ずっと落としてる。感想ね、大輝さんが。夜泣き石を見てる時に聞こえたあの水の音、トイレからの。4号、4号。まあ大輝だけ聞こえたやつだ。大輝と強兵は聞こえたっつうけど、うん、あの時にもう一瞬。一瞬で寒気したっていうか、ここのトイレだけは本当に昼間でも夜でもやばいとしか思わなかったから、もうあそこに絶対近づきない、近づきたくないっていうか。4号トイレが一番怖かった、うん、やっぱ夜泣き近かったじゃん、やっぱ、うん、っていうのと、やっぱ墓、うん、墓も近かったじゃん、うん、近かった、うん、でさ、夜泣石ももともとさ、武将が亡くなったんだけど、ってことは多分その近くの墓もさ、兵士とか多分あーありえそういうのも考えられるなと思って、うん、そしたら多分怨霊の力って強そうじゃん、うん、強そうだね、複数いるから。ここが戦場だったら単純にここでお亡くなりになってるってことじゃん、めっちゃ、うん、そうだとしたら、その4号トイレ一番恐怖感じたのってさ、うん、納得いく、うん、じゃあ納得いくよね、うん、あそうだよね、やばい。たまたまだと思うんだけど、帽子だったりとか、まあそうね、なんであんなに、だって1日で落ちるのみたいな、うん、ありえねえじゃん、服も落ちたし。まだ単純にまあ話はかぶっちゃうかもしれないけど、4号トイレで俺だけその、そうだね、2本だけね、そうね、その音が聞こえてから着信音の音だったりとか、うん、女の声がするっていうのが始まったの。やっぱあのトイレなのかなって思ったりもした。やっぱりまあ4号トイレとね、夜泣き石、あそこの間の空間あったじゃん、空間というか道、うんうん、あそこだけ空気違くなかった、すごい挟まれててさ、まあ、あとなんか橋ってあったじゃん、うん、橋ね、うん、で1個なんか古い橋なんかあったじゃん、あれでなんか見えたんだよね、これ。え、見た？そう、俺怖くていなかったけどさ、白、うん、白でした。俺が見たのと一緒だ。でしょ？まあ白だったらまた比較的安心だけどな。うん、もう俺いろいろありすぎてわけわかんねえけど。いろいろありすぎた。やっぱ着信音、うん、終わったと思ったね。怖さでも撮影終えたいのと、見てる人に届けなきゃいけないし、YouTuber だしみたいな、うん。撮影をやめられないんだなっていうメンタルになった時のあの謎のイライラ。うん、そうだね。そう、もうイライラで。あんま触れてなかったけど、俺2回人影っぽいの見てるからね。こっち白い、いやなんかさらって言ってたじゃん、もう。ああ言ってたね。はい、いました、いました、ね、ああ確かに。あの時も、あと狂ってたけど、普通に2回なんか通るの見てるから、ね、初めてですね、なんかその葛藤みたいな狭間でメンタルおかしくなってちょっとイライラするっていう。学校行ってからだと思うけど、分かるようになってきた。はい、うん、なんかその場に行けば、まあなんか雰囲気というか気がね、そう、やべえところなのかやばくねえのかもう分かる気がする、うん、そう、俺なんかスイッチ入るもん、感覚分かるよね、うん、ついに霊感ついた説がある、うんうん、割とありえると思うね、うん、それは。まあということでね、はい、出張のホラナイト第4弾、はい、これにて終了ということで、ちょっとヘビーすぎました。いやマジで、ね、今回ちょっとエグいわ、はい、今回ですね、最初レート S から SS なんてでしたけれども、これ SS から SSS ですね、うん、もうやばいです。公演ではない、もう作りから何からちょっと怖い、うん、異様だった、異様、現象多すぎて、うん、次回の出張コーラナイトウィークもまだ千葉たくさん余ってるのでね、心霊スポットありますので、はい、はい、千葉に行きたいと思います。はい、はい、それが終わったらね、いつか沖縄のお話もありますので、はい、そうですね、イベント等落ち着いたら行きましょう。はい、はい、はい、ということでイベントまだ来たことない方はぜひ会いに来てください。来てください、お願いします。僕たち今回も頑張りましたので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、赤いボタンです。動画の下にある赤いボタンを押してください。はい、はい、赤いボタンですよ。すごい急上昇してますので、はい、はい、ありがたいですので、これも頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。それでは次の出張ホラーナイトウィークでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。入ってすぐしても、うん、トンネルとして。本当だ。出口方向が。
的な水滴？いや水滴なのかこれは。何の音これ？わかんない。え、待って今。あ、もうこれなんじゃねえの？これ？これじゃないの？何のこれ？あ、これとか。待って待って。うわ。